どうも、マグニです。今日はですね、こちら NFS という Need for Speed というね、名前のレーシングゲームでございます。まあ、とにかく見ていただきましょう。この NFS シリーズなんですけれども、3年ぶりの新作ということでね、注目されているということもございましてですね、今までは有料でこう配信していたものがですね、今回初のグローバル無料配信ということで、誰でもね、このハイクオリティ、超ハイクオリティ、まあ見てもらうとわかりますか、このハイクオリティのゲームをプレイできるということでね、まあとりあえず一旦レース行ってみましょう。このアンダーグラウンドっていうところに行くとですね、あーこれちょっと今レベルが足りないんだ。こうやってね、チャプターを選択できるんで、これまあ RPG のようにね、ストーリーも組み込まれているので、ただね、車でレースするだけではなくって、このキャラクターとかね、そういったところの要素もあって楽しいですね。こうチャプターごとにですね、ボスみたいなキャラがいるでしょ、右に。こいつを倒していくというような形ですね。っていうかね、もうそもそもね、グラフィックめちゃくちゃ綺麗ですし、音とかこう音楽もすでになんかちょっとかっこいい感じの音楽流れてるし、こんなすごいハイクオリティなゲームがね、こんななんかちっちゃいものでプレイできてしまうというね、世の中変わりましたよ。まあ、とりあえず、ちょっとレース出てみますかね。これね、操作方法もまあいろいろあります。右、このね、この、ディスプレイの右と左を押して、こう、ステアリングをやる。で、下に引っ張るとこう、ドリフトができたりとかするの、ドリフトがね。上スワイプとこのように、ニトロー、危ねえ。そう。まだいけるぞ。すぐ近くにいるけどな。これドリフト。危ない。ドリフト。うわー、危ない。いけ。よっしゃ、これ俺の勝ちでございます。どうですか、すごい迫力でしょ。これ今私が乗ってるのはですね、スバルのインプレッサというね、機種っていうか、車種でございますけど、これで獲得するわけですね、勝つと。はい。こうやって商品がもらえます。商品はこの3つの中から、どれかを選択する。おぉ、まあそこそこいいのが当たりましたが。まあこんな感じでね、パーツとお金を、レースに出るごとに、こう、ゲットして。はい。で、それではですね、このゲームの特徴。250万通りものね、カスタマイズができるっていうところです。車の。見に行ってみましょう。私のガレージはこちらです。ご案内いたしましょう。はい。今ね、私が所持してるのはこの5台持ってます。で、こっち側にちょっと薄くこうやって青くなってるのはですね、設計図というものを手に入れることによって、まあ、例えば今こいつなら、25個中2個入手している。なので25個こいつの設計図を集めることによって、ゲットできる。っていうようなね、仕組みでございますね。で、私の中で一番ハイクオリティなのが今この、先ほど走りましたインプレッサーです、こちらね。で、ここでですね、カスタマイズを行っていきます。エンジンをタップしましょう。そしてエンジンにこうやってこう、パーツをつけることができるんですけど、こういったパーツをですね、レースに出てゲットしていく。で、この車をね、タップすると、ほら、こうやって見れるわけですよ。ズームできたり。で、ぐるっと回してみたりとかね。はい。かっこいいでしょ？ちょっとだけね、カスタマイズしてます。上のこの、なんか空気孔みたいな、この角みたいなやつとか、下側にこうなんかついてる黒いのとかですね。これはカスタマイズしたものでございます。ノーマルではありません、私の車はね。250万通りですよ。よく作りましたね、そんなのね。そもそもこの NFS を作っているのはですね、オーストラリアのメルボルンにある EA ファイヤーモンキースタジオというスタジオで開発されていると。で、こちらはですね、人気レーシングゲーム、リアルレーシングというね、ご存知でしょうかね、を作られているところだと。で、ノウハウがね、このレーシングゲームについてノウハウをすごい持たれているので、その技術をですね、突き込んで作られたのがこの NFS でございます。これマシンシリーズっていうのもあるんですよね。こう全部説明しきるのはちょっと難しいんだけれども、このシリーズっていうのは自分がある特定の車種を所有していることによって参加できるレースっていうか、まあストーリーというかそういったものがありまして、いや、それではこれちょっと行ってみましょうかね。で、これスタートなんですけれども、このアクセルワーク右にありますね。こちらをタップするとエンジンが吹かします。で、この緑のゾーン、ここに合わせておきます。そうするとパーフェクトスタートが始まって、これ一回走り出すともうエンジン、アクセル、踏む必要がありません。あと右と左だけ、左でタップすることでって、おー、これはね、スーパーチャージャーというね、もので、これ乗るとこうチャージできて、こう、なるべく乗って、長く続けるというね、ゲームです。ゲームというかレースです。おーっと、いけ。いやー、っと外した。うぃー。なかなか難しい。おっと、まだね、この86自身がそんなに速い車種ではないのでね、意外と簡単なんですよ。あ、またパーツもいただきました。こういうね、細かいパーツをちょいちょいいただけるんですね。そこでカスタマイズを行っていきましょう。今回この ECU、これなんだろう、これ冷却器かな、バッテリーかな。これはですね、先ほどゲットしたもの、サーモセンサー、こちらをね、取り付けるわけです。はい、そうすると今、能力が上がりましたね。PR も1か2上がりました。まあ、そんな感じで、車種をアップさせていくんですね。
存在価値をアップさせていくわけですよ。こちらはタイムトライアルなので普通のレースですね。私のこのレースの腕をご覧ください。ドリフトとこのニトロっていうのをね駆使して走っていきます。俺の86の腕前を見てくれ。この緑のところに合わせます。この車種によってこの緑の幅がちっちゃかったりするんですけどもね、86はまだやりやすいところ。そもそも速い車ではないのでね、ちょっとご覧ください。50秒です。これね、ちょっと緩いカーブでもこうやってドリフトをかけることができます。ドリフトをかけることによって後でねサービスをいただけるし、こうやってねニトロがね減らないんですよ、ドリフトをかけてる間は。だからね、多用した方がいい。ドリフトはドリフトは多用してニトロも多用していく。それでね記憶を伸ばしていくのがね、セオリーでございます。なるべくこうドリフト、ドリフト、おーっと危ない、危ない危ない、おーちょっと当たっちゃうとねもうかなり減速しちゃうんで本当にもったいない。でねちょっとダメージっていうのがあるんで、だいたいねこういったレーシングゲームで何でしょう、壁とかそういうとこ当たってもね車潰れないでしょ。でもねこのゲームねちゃんと潰れます。ちゃんと潰れるっていうのもおかしいけど、ああジャンプ台ちょっと変な感じになってた。オッケー、はい、ダメージを蓄積すると車が大破っていうことでねレース棄権することになります。おレベル上がりましたね。19レベル上がると何がメリットになるかというと、新しいね、新しいチャプターに参加できてみたりとか、一番嬉しいのが右上ですね。燃料が満タンになりますので、またまたプレイできるということでございますね。はい、そしてね、今更なんですけど、これね、設定ボタンがございまして、そこに来ると、コントロールっていうところをね、タップするとですね、こうやって、操作方法ですね。私はタッチでやってます。で、傾けでできてみたりとか、バーチャルステアリングっていうね、こう本当にこうハンドル回してるような感じの、操作方法もあったりとかします。私はいろいろやってみましたが、このタッチが一番やりやすいです。いや、実際にね、こうやってね、本当のレース車、こう男のロマンが、ね、クソ詰まったゲームでございます。対戦相手の車がこうやってまず映ります。そして、始まります。なぜか、いつも一番ケツからのスタートなんでございますね。行くよー。見ててくれ。いくらこの車体の機能が悪くてもこれはねレーシングテクニックで勝てるよというところをねご覧いただきましょう。上のバーが溜まっていくとニトロが使うことができるんですけれども、ニトロはあんまりね多用すると後でねちゃんとしたところでとか言いながら使っちゃいましたけれどもね、それでもニトロ使っちゃってもこうやってドリフトとかすることでこうやって溜まるでしょ。だからなるべくねドリフトとかもやりながらやっていかないと性能を補うことはできません。ドリフトやジャンプ台っていうのは必ず多用しましょう。ジャンプ台もジャンプすることによって空中でね、ニトロゲージが溜まります。あー、やべえ、負ける！ガー！結構短かったな。カスタマイズといった意味でですね、これね、レベルを15に上げると選択できるようになるこのモッドショップっていうのがございます。車の外見を変更することができます。カラーとボディショップってあるんで、カラーは選択してみましょう。で、色を変えられるところ、例えばじゃあボディを選択して、こんな感じで、自分の好きな色できますけども、当然ね、無料ではできません。ここの、モッドショップで使える特別な効果というのがありまして、そちらを使うことによって変更できます。もしくはですね、これを変更してきて購入とすると、はい、通貨で買うこともできますね。で、ウィンドフィルム、窓のこうフィルムも変えられたりとかするわけですね。私はですね、今回この、今、自分の使っているのには、このボディショップというところでパーツをカスタマイズしております。で、キットセットアップで、こちらでですね、用意されているもの、これ足回りですね。ほらほら、車高が低くなってするわけですよ。今は、ちなみに私はこうなんですけれども、もうちょっと高いやつ入れると、ほら、低くなるでしょ。皆さん、いかがでございましたでしょうか ?NFS のご紹介でございました。やばいっすね、これ。そう。で、最後にこのスペシャルイベントってね、ここもですね、本当に、インフルエンサーと呼ばれる超有名なですね、この、要するに NFS のこう世界観と合う、本当に現実に実在している方と、こう、タッグというかね、組んで、こう、新しいイベントが、行われたりするので、それもね、楽しみにやっていただければと思います。まあそんなところでですね、NFS いかがでしょうか。皆さんもやってみてください。では以上、マグニーでした。良き iPhone ライフを。いかがでございましたでしょうか。このようにですね、もうほぼ毎日私がね、このように iPhone の最新情報をお届けいたしますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日ね、ご紹介しましたもの、すべて下の概要欄でアクセスできるようになっております。PC の方は下のもっと見るをクリック。スマホの方は下のタイトルをタップということでご覧いただけるようになっております。よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。